ようこそ皇室ジャパンへ。世間が夏休みを楽しむように、ご多忙な皇室の方々も夏は御用邸などで静養されます。その際、注目を集めることの一つが私服のおしゃれです。プライベートタイムであるご静養時には、日頃のお出ましより可愛らしさがあふれる服をお召しになることが多い愛子様。これまでの可憐な夏ファッションを振り返ってみましょう。ぜひ最後までご覧ください。2011年那須ご静養。チェック、丸襟、レース、リボンで全身に可愛らしさを。ピンクチェックの丸襟ワンピースをお召しになった愛子さまは、ガーリーな印象でした。レースソックスやリボン付きサンダルで、足元まで可愛らしく装われました。2015年那須ご静養。ライトグリーンで揃えたコーデにモチーフでアクセントを。ご一家で夏らしいライトグリーンのリンクコーデをお召しになりました。愛子さまが着用されたウエスト切り替えのワンピースには、那須の自然を思わせる小花柄や蝶のモチーフが散りばめられていました。2019年那須ご静養。カジュアルな着こなしにもリボンタイで少し甘さをプラス。お団子部屋に爽やかなボーダーのワンピースを合わせられました。カジュアルなコーディネートには、ウエストのリボンタイで少し甘さを加えるのが愛子様流です。2023年那須ご静養。襟元の上品なレースで花柄ワンピを少し大人っぽく。4年ぶりの那須ご静養では、定番の花柄ワンピーススタイルをお召しになりました。襟元の上品なレースが印象的なこのお召し物は、ケイミーというブランドのもので、価格は約6万円です。皇室の方々の普段着はファストファッションであり、一般の方々でも手ごろな価格で購入できる服装です。皇族の方々は正式な場で着用するドレスやスーツにはお金をかけますが、普段の軽装は安価に抑えています。品位の保持と節約をうまく両立されているのです。愛子さまは所作の美しさがあり、そのため着ておられるものにも品格が現れるのでしょう。幼い頃からご両親をお手本に美しくお育ちになられたことを嬉しく思います。お召し物の金額ではなく、どのような方がお召しになるかが重要です。どんなに高価なものであっても、その方から発せられる雰囲気や気品がなければ、ただの布切れに過ぎないということではないでしょうか。愛子様の場合は皆様ご承知の通りでございます。敏宮様はお母様である皇后陛下から、服の選び方、色の合わせ方、靴やバッグ、アクセサリー類の選び方、 TPO に合わせた服装について、幼い頃からきちんと教えられてきたのだと思います。親子でリンクコーデをされることも、青年になられたら卒業されるのでしょう。那須御用邸での夏のご静養も、
年の宮様は仕事があるため今年はいらっしゃいませんでした。社会人としての立場と義務をしっかり自覚しておられるのだと感じます。ご両親である天皇皇后両陛下も普通の親と同じように寂しさと同時に嬉しさを感じておられることでしょう。よく見た目ではなく内面からあふれ出る気品に満ちた佇まいや皇室のプリンセスにふさわしいといったコメントが見受けられますが、愛子さまは普通に嫌味のない可愛いお嬢様に育たれましたね。生まれ持ったオーラときちんとしつけられてきたことが装いにも現れているのでしょう。愛子内親王の品格は非常に素晴らしく、これ以上の女性はなかなかいないでしょう。ますます女性天皇陛下の誕生が現実味を帯び、期待が膨らんでいます。年の宮愛子内親王殿下の考え方、所作、服装、すべて天皇皇后両陛下のご教育の賜物です。表面的なものでなく、お選びになる服装も浮いておらず、いつも素敵です。いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対していいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それでは、また会いましょう。